皆さんこんにちは。今日はリーちゃんのルナさんがいない日のナイトルーティンを紹介したいと思います。はい、この日はね、ルナさん実家にお泊まりしに行ってて、リーちゃんはお昼買い物に行ってたんですけど、帰ってきて今はルーちゃんとぬくぬくタイムをしております。で、今回はルナさんと一緒に解説をしていきたいと思います。ルナ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何その声。<laughs> いやー初めてだないない日を見るっていうのね <laughs> なんか嫌だなどうどうなんだろう恥ずかしいですなんか今のところめちゃめちゃダラダラしてる <laughs> いつもりーちゃん俺と一緒にいる時はさ、うん、めっちゃテキパキ動いてるからそれは瑠ナさんがダラダラしてるから2人でダラダラしてあかんやろこれ食べるのじゃあお腹空いたの,自分の いや早くあげたって。いやこの日マジ動けなかったんよ。いやかわいそうでしょ。まあね。ルーチャンはご飯が大好きなのでご飯はあげます。やっ当たり前でしょ <laughs>。死んじゃうってばルーチ。<laughs> あほら見て見て見てルー<え>いつもさこれ背中かきかきしてくるんだけどこれ、うん、結構気持ちくて好きなんよね。いやだから孫の手みたいに使わないでルーの手を。<laughs> でもちょっと似てない。<laughs> おてて。ちょっと似てるけど。<laughs>

はいアウトルナさんのポッケさいつもゴミとか入ってるからい,いつもチェックすんだけどたまにこういうラッキーあるんよ。<laughs> いやいやいや。これだからやめらんないし。<laughs> いやいや返せ。<laughs> <だ>返して。やだルナが見つけたんだもん。はいお次は洗濯物をたためます。いつもは浴室乾燥機でやってたんだけど最近はね天気がいいからお外で干してるんですけどめっちゃいい匂いになるよね。全然違う。全然違うよね。めちゃくちゃ香りつくね。お日様は偉大でした。 生乾きだったからな今 <laughs> そんなこともに <laughs> うわ、ちょっと嫉妬するわかわいいやろう羨ましいこうやっていつもルーと足をんでんねいや、本当ルーいない日寂しくて死にそうなんだよねルー死にかたん暴れに行ったゆななとりりちゃん、インヌのルーはい、お次は夜ご飯です何作ってんのプロダックポクミョンですあいいねいいでしょう。いや、けど今日はちゃんと自炊はしないんですね一人の時はさ、ちょっとさ楽させてよあ、そういうこと しかもりなさんプロダック辛いの苦手じゃん、うん、こういう一人の時じゃないとな食べられないからな、ねね、何してんのこれえあのリンパマッサージして待,待ちの時間でそうですからもううっそアヒルちゃんかわいいやろいやかわいくないうるさ <laughs> はい麺が茹で上がったのでお湯捨てて辛いソースを入れますね<わ>で これなんだクワドルチーズや。クワドルチーズの粉入れて、最後にチーズちゃんをもっさりもっさり入れすぎやろこれ。チーズ漬けにはたまらん料理ですね。濃厚濃厚。頭につけてんの何これ。クリップ。なんびっくりした。あれかと思った。ティアラかと思ったよ。タビじゃ。いただきます。はい、ご飯食べます。チーズやからめっちゃのびのび。 あのね、ご飯食べながら YouTube 見てお酒飲むのが最高ですね。うわー、働くしてる。<laughs> たまにはいいやのりょうさんいないんだからさ <laughs> 好きにさせてや。こういう感じなんだね、りーちゃん。ちなみにこれスキーズのやつ見てる。なんかファンの子が作ってくれてる。なんかさ、スキーズの沼集ゅ見てるああ、うん、面白い,いあ。ああいうのマジで面白い、ねそうそうそう。なんかいい感じにまとめてくれてるから、好きでよく見てるよ、ね。お茶割り飲んでるの渋いね。 お茶割りがうまいね。あとウーロンハイなルーも来てんじゃんルーもねいつも狙ってるからあ下に落ちたね食べかすを狙ってるね <laughs> これ絶対こぼさないけどな <laughs> ごちそうさまでしたお腹いっぱい食べ終わったので食器片付けます <laughs> 当たり前のこと言わないでよ <laughs> <laughs> まあ洗うのは明日なんやけどなお茶になってルールー何してんのなんか…えなんもないでしょなんもないよなんか食べた 食べた気になってるだけだよ。<laughs> はい、お風呂たまるまではグダグダタイムです。い,いいな、本当に。それじゃあヨギボ好きだからずっと寝てるんよね。<laughs> 贅沢じゃない。こんなちっちゃいの、ね、こんなでっかいヨギボ使って。<laughs> さっきも先に待ってたな。でしょ?。うん。<laughs> 本当好きだよね。うん。生意気なワンコンですね。<laughs> <laughs> ゆなりさなんだな。もんはい、お風呂沸いたので使っていきます。 そしてりーちゃんのお風呂セットの紹介をしたいと思います。まず最初にシナモンの携帯スタンドです。それと iPhone とお水ちゃんですね。いつもこのスタンドに iPhone 乗せて YouTube 見ながら使ってるのが日課になりますね。レナさんがいるとさ、あんまり長く疲れないから、一人でいるとね、心置きなく疲れるのでいいですね。で、手に持ってるのはラッシュのバスボムちゃんです。これね、ファンの子がくれたやつなの。かわいいでしょ。 こうやってお水飲みながら YouTube 見て半身浴？半身浴なのかな？三分の一浴してます。これどんぐらい使ってんの？どんぐらい？ああ、三十分から一時間とか。長いね。長い時はね一時間以上使ってたりする。長い。見てる YouTube とかドラマによって使う時間が変わります。二、うん、人でいる時は結構三十分ぐらいで上がってくるイメージなんだけど。 ね、だってあんまりそう一人でるのさん待たせてるとさりーちゃんまだなのってる <laughs> のルナさん寂しそうにする <laughs> してない <laughs> <laughs> 誤解だ誤解全然ゆっくり使ってよ <laughs> お風呂上がったのでスキンケアしていきます最初に CNP のブースターを塗り塗りしていきます次に化粧水これなんかパック買った時におまけでついてきた VT のやつ で、次乳液なんですけどこれもなんかドクターエルシアのクリーム買った時におまけできたやつですねおまけだらけや最後にクリームですこれはサミュの pH クリームでめちゃめちゃリピしてるやつみんなも使ってみてめっちゃおすすめでまつげ美容液を塗っていきますラッシュアディクト使ってますはいこれラネージュのリップクリームですこれ塗るるとね、めっちゃ朝までプルプルになるよ はい次ヘアケアです。いつも使ってるユイルアロームのラブっていうのを使ってます。これ本当にいい匂いするからみんなも一回使ってみてほしい。それでブラシをしましてあとは髪を乾かすだけですね。りーちゃんのスキンケアでした。チャンネル登録よろしくね。お風呂上がったのでストレッチしていきます。毎回やってて偉いよね。偉いでしょ。これやらないとむくみ取れないからさ。うん むくみがねすごくなるとセルライトになるんやで。知ってた。<laughs> 恐ろしいやろ。あだからいつもなんかグリグリたまにやってんなそうだよ。ちゃんとリンパからね流してやらないと。さすがですね、うん。ダイエット中なんでね。<laughs> ということでリュナさんがいない日のリーちゃんのナイトルーティーンでした。いやすごい新鮮でした。そうだよね見れないも、ねうんね普段ね。そんな感じなんだっていうのと、うん、俺いなくてもちゃんと。 成立してててるなって思っ思いやまあそりゃそうよ寂しながらもなリーとルーはね一緒にね仲良く過ごしてるんでねそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ